新刊、何が何でも長編小説が書きたい。大絶賛予約中、鈴木喜一郎、作家ラジオ。えっと、今回のその新刊は、電子書籍の予定がありません。紙だけですので、えっと、品切れの可能性があるので、お早めにご予約ください。えー、今日のテーマは、 感能小説 OK です。今日の質問はマシュマロに寄せられたものです。鈴木先生、こんにちは。配信いつも拝見しています。早速なのですが、質問があります。私は感能小説志望なのですが、感能小説家志望なのですが、 鈴木先生の小説講座ではそういったジャンルでも受講は可能でしょうか小説の書き方など基本的な部分は共通かと思いますが講座によって NG みたいなものがあるのか心配です。やはり専門のジャンルを聞けば極めたい場合はそのジャンルを書いている先生の講座を探す方が良いのでしょうかお答えいただきますと幸いに存じます。 エントさん気に入っておくと、あの、こう、うん、専門のジャンルを極め,極めたい場合は、そのジャンルを書いてる先生の講座を探す方がいいもう、もう、それは当たり前です。<laughs> えっと、小説に関して言うと、若月ひかるさんの講座が、まあ、若月さん自身がエロを書いておられる方なので、えっと、若月さんのところは、そういうノウハウがちゃんとできていると思います。 えっとあ、うちの講座に関して、関して言うと、あうちは、うちも OK です。うちもケ、OK、ーです。うんと、ええー、いただいた、その、この質問箱に関して言うと、その、観音小説っていうのは一体どんなものをイメージしておられるかがちょっとわからないですけどね。つまり、 感能小説ってすごく幅が広いんですよ。ええー、基本セックスを扱うものなんですけれども、その、男女の男と女の、まあ男と女に限らず男と男でもいい。その、人と人が、そのお、人と人がお互いを知り合う究極の方法としてのセックスという形をとるのか、 えー、それともそ、その作品を読むことで、抜く、一発抜くことね。えー、男の場合だったら、まあそういう変態行為、いろいろ,いろ,いろあるね、縛ったりだとか、母乳だとか、オムツプレイだとか、まあいろんなものがあるんだけれども、そういうのを見て、えー、興奮する。えー、それで、スッキリする。 え女性の場合だと男同士の,そのファン男同士のセックスを見て読んでえそれで、えー、ファンタジーに浸るっていうまあそういうものもあるで。もっと生々しいものもあればファンタジーに浸るっていう、まあ、そういうものもあるんですけどもいうはねそういう具合にその観音小説っていうのは セックスを扱う、扱うという、ただ一言でくくってますけど、すごく幅が広いんです。で、エロ系の場合だとね、えー、フランス商品ですとか、<laughs> そういうところですと、あの、擬音の使い方が独特だったりします。あの、ぐっちょんぐっちょんとか、ぬれぬれとか、ぐちゃぐちゃですとか、まあ、そんなようなあ具合に、 その擬音をたくさん使うっていうことは結構あります。で一般文芸っていうかそのいわゆるエロ系っていうのは擬音というところでは非常に特殊です。でこうそこ同じ観音小説でもそこからその抜くタイプのものか,からではないものだとまあそういう擬音を使わない。 ということは言音は避けるというような、まあ、非常にそういうあのどこを目的にするかというのはその差がありますあと、うん、観音小説もあのエロレーベルでいくと今はあの結構縛りがきついです 縛りがきついというのは SM がきついという SM でその縛りがきついということではなくて自主規制がきついということです。であの未成年を対象にしたその未成年を対象にしたあ未成年をセックスの対象にした小説というのは出しにくくなっているということでえっ、ー、と、うん、一度 うん、そういう観音小説。今、観音小説は電子書籍の方が、まあ、メインになってきてますが、あの、秋葉原辺りに行くと、まだ観音小説が、紙で刷られた観音小説が手に入りますので、えー、ちょっと見てみるといいです。えー、っと、そのバクナ、バックナンバーとか、その、本の並びを見ていくと、 その女子高生っていうものはすごく少なくなっていると思います。ええー、もう出せないんじゃないかな、女子高生。まあもちろん、今だと小学生だとか、中学生だとかをその対象としたものっていうのは、まず出せないとか、そういうことはあります。で、こうやはり時代によって非常に変わりますのでね。 で、まあ、これだけそのテクノロジーが発達して、それこそ VR で、その、同じ画像を見るにしても、立体的に VR で見られるような、あの、そういう時代であっても、テキストファイルで、その、感音を楽しむという層というのは、一定数ある。ので、 えー、まあ、ああ需重要は存在してますのでね、ということです。あと、観音小説を書く上で最も気をつけなきゃいけないのっていうのは、最も大切なのっていうのは、あの、ジャンルに対する愛ですよね。あの、王にして、あの、 もう今はそういう人いないと思うんだけれども、我々がデビューした当時、もう30年ぐらいの前っていうのは、とりあえず観音でデビューして、それからこう一般文芸の方にシフトしようやっていうふうに、まあ、その観音小説の方が低い、敷金が低いからそっちに、そっち、低そうだからそっちからこうデビューしようやっていう考える人って結構いたんですけど、ね、えー 今、観音小説ってハードル高いからね、えー。まあ、それぞれの小説講座にはそれぞれやっぱ得意分野があるので、若月さんのところは観音小説が強いかな。で、うちの場合だと基本的に何でも OK だな。過去の受賞者とか見てると、まあ、ミステリーは強い。 うん。推理小説が強い。生活を歴史小説、時代小説ね。あと、児童文学。ね、大空なつきさんガンガン売ってますなああえー、ライトノベル。自営文庫大賞とかってのは受賞者いるね。うちね。あと、ファンタジーね。えっと、小学館文庫からファンタジーを出してる人がいたかな。で、あと、一般文芸、えー、ですね。 んそれからとはあ、まだ受賞までには至ってないですけども、まあ毎年、その BL、ボーイズラブに関しては、まあ,あ、予選を通過している人って、まあいます。まあライトノベルっていうのが、僕はライトノベル確保は全くダメだったんだけども、意外といるので、ちょっとそれはびっくりしますね。 で、基本的にうちの講座はどんなジャンルでも OK です。えー、でただ、うちの場合は新人賞を受賞してプロデビューするっていうのがそれを目的にした小説講座です。なので、えっと、うちで受け付けていない小説っていうのは一応あることあります。どういう小説かというと目的が違う小説ね。つまり、 自分の人生を見つめ直す小説とか、あと、その、自分の生きがいを小説の方に求める人ってタイプね。えー、自分史を書くとかっていう、まあ、自分史みたいなものを書いて、これを評価してほしいっていうのは、これはうちは勘弁してもらってます。ええー、それは非常に目標を定めにくいのでね。うちはあくまでも、おプロになるための、 ものですご自分が満足するのではなくて誰かを満足させる小説を,つを書くというのがまあまあその方が簡単だったりするからね教える側にしてみるとねということはありますそうえー、プロになるあの名作を書くのは難しいし面白い書く小説を書くのは難しいんだけれど 新人賞を受賞する小説を書くのはそんなに難しくはない。ということです。へ告知です。2021年月11月下旬に鈴木の新刊が出ます。タイトルは何が何でも長編小説が書きたい。川出処房新社から1782円で発売。えっと、今回は電子書籍の予定がありません。 紙の書籍だけですので、売り切れる可能性があるもんですから、お早めにご予約ください。えー、江戸川乱歩賞ですとか、横溝節賞、オール読み物新人賞など、圧倒的プロデビュー実績,ー実績を誇っています。鈴木貴一郎小説校だね。もう10年ほどの間に、えっと、この間の桃の雑把くんで、 この間の江戸川乱歩賞の受賞者で18人目だったかな、デビューしたのが。まあ、そんなような圧倒的プロデビュー率を、プロデビュー率じゃないな、プロデビュー実績を誇っている鈴木紀一を小説講座のノウハウを詰め込んだ一冊です。この番組では皆様からのお便り、ご意見、ご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。 鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を受け付けています。リモート講座で全国どこにいても受講できます。詳しくは概要欄をご覧ください。というところで鈴木喜一郎作家ラジオ。今日の,今日のラジオはそんなところです。ではではでは失礼します。